あなただけを見つめるの、なくした時間さえ愛で埋めるの、たとえ傷ついてももう二度と離れたくない、止められない。こんにちは、ももくんの作曲教室へようこそ。今日はですね、メイ・ジェイさんの本当の恋という新曲のコード進行を使って曲を作ってみようというお話です。でですね、メイ・ジェイさんの曲のコード進行なんですが、ここに書いておきました。こんな感じになっております。コード進行の耳コピについては、話がちょっと長くなってしまうので、ここではチラッとコツだけ言って終わりにしたいと思います。コード進行の耳コピは気合でやってくださいっていうことではあるんですが、いつも言ってる通り、移動度。ドレミファソラシドをずらして考える考え方で考えてあげた方が応用が効きます。それで、ベースに注目します。ベースに注目すると、ファー、ファー、ミー、ラー、シー、ミー、ラー、ソー、ファー、ミー、ファー、ファー、みたいな感じで聞こえてるので、そっから前回教えたダイアトニックコードに当てはめていくような感じでやれば、耳コピはしやすいと思います。ここは先週から今週にかけてものすごいレベルアップしたんですが、その間に教えることってないんですよ。気合です。頑張ってください。はい、自分の好きな曲をこういう風にコードで分析してあげてください。これ一個教えとかないといけないやつがあって、これね、5/7/4って書いてあります。これどういうことかって言ったら、ベース、ルート、左手は4だけど、右手は5。左手は、ファだけど、右手は、G7th を弾いてますよ。っていう意味です。オンコードと言いますか。読み方なんですが、5/7/4って読みます。はい。オンコードがいっぱい出てきます。でもオンコードって簡単です。ゆくゆく教えていくことになるテンションっていう考え方を簡略化して表現してあげてるだけのものなんで、オンコードっていうのは非常に簡単です。あ、これね、正式な表記はね、突っ込まれると嫌なので言っときますが、正式な表記は、5/7/4です。4。僕ら別に大学で音楽理論を研究するわけじゃないので、分かれば何でもいいです、表記なんていうのは。このコード進行を使って、即興でメロディーを作ってみましょう。僕はコード進行からメロディーを作るのは好きではありません。メロディーから作って後からコード進行を乗っける方がいいと思います。ですが、初心者の方はこっちの方が手軽に曲が作れるので、今日は先にこのやり方を説明します。これに適当にメロディーを乗せていきたいと思います。即興なので、この動画。一発撮りなので、なかなか大変なんですけどね。こんなにも辛い日々が訪れようと、なくせないものがあるなら、進めよとかみ
たいなね。こんな風に歌いながら作るんですよ。コード上、このコードを、好きなコード進行を弾きながら歌うんです。歌って、それを録音しとくんです。録音しといて、これいいなと思ったやつを元に曲を作るみたいなね。それがおそらく一番手っ取り早い方法だと思います。もう一回ぐらい即興で歌っておきましょうか。ララ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 ラみたいなね。こんなんを録音しとくんですよ。ビデオでもいいですよ、今やってるみたいに。もう一回ぐらいやっておきましょう。ララ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 ラ。決まったんじゃないですか。はい。というわけで、今日のお話は以上になります。こんな感じで皆さん、お手軽に曲をバンバン作っていきましょう。そして曲作りを趣味にしましょうっていうお話でした。ありがとうございました。バイバイ。ふぅ。